あー気持ちいい。やっぱ下り坂はいいな。気持ちいいよ。あーこの先にね、下り坂ではギアを3にしてね、やるといい感じですよ。あー気持ちいい。でちょっとまたこちらがね、あの四季名霊園っていう沖縄でね最大の墓場があるところなんですけど、こんな感じでもう周りはもうみんな墓ですね。墓場ですね。よしよし、ほらもう全部沖縄のほら墓って大きいでしょ。めちゃめちゃでかいんですよ。内地のねあの墓と違ってね、沖縄の亀甲墓といって結構バカでかい、昔ながらのだったらで バカでかいんですよ。ほらこういう感じでね、ほらでかいでしょ、まあ、ここに亀、よし。なんかチャリンコってもう何年ぶりこれ。いやいやもう中学生ぶりだなこれ。何年かもう20何年ぶりだろ。うわー怖い怖い怖い。あー気持ちいい。お、なんかおかき氷屋ってのがあるな。不思議なかき氷、何これ。ちょっと行ってみるか。なんかこれは見たら食いたくなるな。不思議なかき氷ってよ、いくらなのかな。ちょっともう暑いんだよね。うわ、夕飯美味しそうだ。お願いします。はい、一つ、はい、はい、じゃあお願いします。はい、じゃあお待ちください。お水もらっていいですか。いやこれハーフでもでかいんじゃないかこれ。あれだね、三栄の半田川店のねすぐあのすぐ隣の道ですね。ほらでもうすぐここですね。同じ開催のチャリンコ借りてる人がいますね。でもね今日暑い、ちょっと冷たいもの食ってね、友達休もうと思う。あの今10分待ってるんですけど、結構人気みたいでお客さんひっきりなしに来てるんですよ。まあ暑いのもあると思うんですけど、外がサイズがね見たらねめちゃくちゃでかいんですよ。今の写真にあったやつなんですけど、めちゃめちゃでかくて、なんであのテイクアウトだったらあれよりちょっとだけ小さくなるみたいなんで、まあ、ちょっと値段もちょっと安くなるんですよ。まあ、これをちょっと買おうかなと思って。あ、結構でかいですね。ありがとうございます。でもふわふわですから。ああそうですか。ありがとうございます。じゃあちょっと食ってから行きましょう。はい、ありがとうございます。おすげえよこれ、ふわふわなね、ふわふわだよ。わあ、なんか美味しそう。とりあえずね食ってみます、美味しいかどうか。あ、いいね。うん、あー美味しいわ。あーめっちゃ桃なんだけど、うわめっちゃ結構桃の味すごいね。いやちょっともう暑すぎて、その道路でねもう今座ってる状態なんだけど、ヨーグルトと練乳も入ってるし、今今日桃太郎なんだけど、あとクッキーも入ってて、こんな感じ。ごちそうさま。やばい、もうあんまりね次のスポット行くんだけど結構時間食っちゃって、もう5時
5時10分か、5時10分なんで次のスポット早めに行きまーす。わー、やべやべやべ、すごいな、沖縄の道ってね、結構ガタガタのとこ多いんですよ。よし、よいしょ、よいしょ。さあ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 、次はね、この路地ね、路地裏通って、よしよしよし。いやー、狭いね、ここ。怖い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 。よしよしよし。さあ、このバイクと違ってウインカーがないから、なんかいつも自分バイク乗ってるんですけど、ウインカーがないのってなんか不思議だよな。お、やばい。なんか今すごい、お、なんかいい雰囲気の形が綺麗なね、これラジマルじゃない、ほら。アーチみたいなのができて、お、綺麗だね。この先にね、みんなにね、ちょっと見せたいまた道があるんですけど、ここ綺麗なんですよ、めちゃくちゃ。ほらほら、今車が通ってるとこあるでしょ。ここね、ここが綺麗なんですよ。ほら、もう急勾配わかります。そしてこの絶景ですよ。おお、これすごい、すごくないですか、これ。いや、ここなんですよ。ここめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。ほら、迫力ありますよね。ちょっとやってみるか。うわ綺麗。これ向かいが首里の街並みなんですよ。で、前首里の石畳のね、動画撮ったと思うんですけど、首里の石畳の方がね、あの方角ですね。結構綺麗なガジュマルの木があったりしたとこですね、石畳で。あっこの方に、あの方角に雨越えだけがあるんですよ、あの方角ね。高いでしょ、やっぱあっこから那覇を眺めてたから、やっぱ高いですよね。これは松代中学校ですね。ここの道はマダ道、あ、マダマ道っていうところらしいですね。指定文化財になってますよ、ここ。昔は こんな感じだったんですね。なんか相当古いようなことね。してね、これ来てもらったら分かるんですけど、ここもね、すっごい急坂なんですよ。これ今上から来てるからいいけど、下から登るとなるとね、普通のチャリではもう無理っすよ。多分電動アシストだったら、さっきのね、一番最強にして来れば全然いけると思う。ここでもその代わりちょっと疲れるけどね。じゃあ次ちょっと行ってみますか。はあ、ここ。これ。ああ、気持ちいい。気持ちいいけど、ちょっと怖いな、これ。さすがにちょっとこれ、スピード出せないぞ。ああ、やべ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 。止まってるし。早く行ってくれ。ほら、なんかこの、すごくないこれ、ほら。この、首里のね、街並みが、絶景が、目の前に、ほら。これ、観光客の人ってこういうとこ多分通らないと思うから、こんな裏道なんかね。うわ、これやっぱ地元の人だとこういうのとかもね、やっぱり分かってる人は分かるんですよね。まあ自分はウォーキングでよくここ通るんで、いい道だなと思ってね、紹介してるんですけど。最後にちょっと首里のね、坂道をね、最後に登ってね、ゴールをね、ちょっと前撮ったのは雨乞いだけ行こうか。あっちに向かって行こうと思います。なんか弁当なんか腹減ったなと思って、ちょっと弁当的なもん買って行こうか。ほらほら、こういうのがあったんですよ。とりあえずなんか買っていこうかな。いっぱいあるな。何がいいだろう。具だくさん、唐揚げ、カレーライスもうまそうだな。でもカレーライス、これにするかも。一口唐揚げ、あ、やっぱカレーライスにするか。すいません、カレーライスでもうまそうじゃないか、これ。ヤンニョムなんかいろいろあるんだよ、天ぷらもあるし。あ、はい、すいません、じゃあお願いします。400円です。はい、はい、ありがとうございます。多分これ反対側のコンビニかな。すぐ向かいです、向かい。よし、
これから長い上り坂が続いていくんですけど、これがね首里の坂道なんですけど、で、ね、ちなみにこれ下に下っていくとずっとあさとの方に出るんですよ。まあさとって言ったら国際通りからも近い場所ですね。いい感じ。あです。これね最初に走った坂道あったでしょ、かなりしんどいっすよ。あっこに比べるとねそこまでめちゃくちゃ急じゃないんでね、まだまだアシスト一番最強のギアもね一番軽い1にすればねなんとかなりますね。いやこれ別に立ちこぎしなくてもいけるんで。今登ったところに登ってるっていうホテルですね。これも昔からありますよ。カレーの匂いがしてきた。なんかロバの前にね人参ぶら下げてるようなもんですよ。もうあれを思い出しちゃったよ。こんな感じ。まあちょっと長いんだね坂が。やっぱアシストといえどもやっぱ疲れてはくるね。疲れたな。あれもホテルです。ほらダブルツリーヒルトンかな。沖縄にはね他にもチュラチャリっていう中のドコモが出してるやつかな、東京とかのウーバーの配達員がよく使ってるやつの赤チャリっていうのもあるんですけど、ちょっとネットで調べたら本当にこのサイサイがね沖縄では結構でかいんですよ。ちょっと立ち寄ってみようか。こっちね釣りって高台にあるんで結構こういったねちょっと脇道入ってね下の方を見るとこういう感じでね、ほら恐ろしく結構綺麗なんすよ。ほら高台にあるんでこういう景色がね見れる場所もあったりするんですよ。逆光なっててね眩しくてちょっと見にくいんだけど、これはまあ舗装されたなんか多分散歩道みたいな感じでとても面白そうだなこれね。寄り道しちゃったんですけど目的地の場所行きますか。いやもうちょっと日が暮れてきたね少し。なくねちょっとここまで来たんでね少しだけ竜丹池と首里城が見えるんでここからちょっと見てみると、こっちに見えるのがねちょっと見にくいんだけどあれが首里城でこれがもう竜丹池なんですよ。ほらで残り38キロぐらいは一応走れる計算だね。まあまあ走ってるような気がするんだけどそれでもまだ全然走れると。で僕が今来てるのがこれ左手にね見えるのがここがね首里城の入り口でこっちが守礼の門のところですね。まあここまで来たからちょっと見るか守礼の門だけでも。まあこんな感じで見えてきました。ちょっと疲れたな。あこれが守礼の門。あちょここまで一応拝礼をするんだ。まあちょっとパラパラと人がいる感じですね。よし引き返してさあ早く雨乞いだけ行くか。よし引き返してこっちから行くんですよ雨乞いだけは。
あーもう疲れたよ。あーかー、これカレーもうバラバラなってんじゃん、これ大丈夫か。ほら、もうちょい、もうちょいで着くで。よし、これを右だったような気がする。これでも行ける、ね、こっちから行くか。よしよし、出てた、危ない危ない危ない。よし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 、いやいやいや、もう疲れたよやっぱり。よし、左行く。バイバーイ。あんたは今バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。面白い。バイバーイ。バレじゃねえ。よし、もうほら到着だよ、到着。ほらここ行くと、この前あの撮影したね、あの YouTube で公園ですよ、公園。まあ、ここでちょっと、よし、 OK。あー、着いたー。え、これ反対になっとるやん。反対になっとるやん。反対になってた。どうした、漏れた。漏れてるな。これどこで買ったか分かるよ。分かる？春が前飲んだよ。やばい、子供がどんどん集まってきてるよ。水水、あ、これ準備中。え、これ売られてないんじゃない、これ。どれ、うわ、これ全部ねえな。あ、準備中。マジかよ。けどこっちとこっちはできる。あー、これ甘いのしかないな。やばいな。あ、やっと着いた。着いたけど子供がついてきてる。やばいぞ。ほらほら。子供が。ほら見てこれ。ほらめちゃめちゃ綺麗やん。ほら。おおね。ほらめちゃめちゃ綺麗やな。やっぱいいねここは。でそれで坂道ちょっと行きたいなと思って、このシェアサイクルの自転車でどんぐらい乗ったことなかったから。ああ、そう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 、うーんって一気になんか坂道でやろうと思ったらウィリーしそうになって、結構これ行くなと思って。いや、これ結構合うよね、ピンクとこの。だけどいい運動になるし、いいよね。あれですね、あの夏場は汗かきすぎて俺臭いって思う。
チャリンコでまあいろいろ行ってみました。でこの本当にね自転車ね、あの今日一日乗ってみって思ったんですけど、周りも効くし、坂でもアシストを使って、あとギアもね3段階あるんで全部あの最強に軽くしてもらって行くと、なんかそんなにねあのまあ言うほど疲れはしないですね、めちゃくちゃは。まあ普通のねあのアシストなしで行くと多分もう絶対無理だと思うんですけど、坂とかねあの首里の長い坂とかは。でもこれこの場ねチャリンコだったらいけちゃうんで、うん、また機会あったらあの借りてね、近場とかでも本当何しないだったらプラーって行く感じでは本当にいいと思うん で自転車の映像ってなかなかいいっすよね。あの GoPro 乗せてやるとのんびりなんかこの景色も楽しむことができるし、映像でもねなんかいい感じの映像が撮れたと思うんですよ。でバイクとか車だと一瞬で通り過ぎちゃう景色とかあると思うんですけど、あの自転車だったらゆっくりねあの景色も楽しみつつブラ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 ねできるというところがねすごい魅力だと思うので、もしねあの皆さんも機会あればね、まあ、乗ってみてください。結構おすすめです。ということで今回のねミッテキ TV はこれで終わりたいと思います。でちょっともうねあの周りもねもうこの時間になるとあのこちらってあのもう隣も今墓なんですよ。なんでちょっと不気味なんで本当にそろそろ帰りたいと思います。あとねあのインスタグラムとかツイッターもやってますのでよろしくお願いします。あとあのもしこの動画が良ければねあのチャンネルの登録とかいいねボタン高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。